本日ご紹介するのは、非常時、災害時に使える木製の簡易トイレです。知人から、このような図面をもとに希望が出されました。28センチ角、高さ25センチ、トイレに使用する時の開口部の幅が16センチ、このような簡易トイレを作ってほしいということでした。災害用の簡易トイレは、いろいろなタイプのものが販売されていますが、知人の希望は、トイレだけに使うのではなくて、使わないときには、椅子や脚立、物置台、そのようなものにも使えたら、好都合だということでした。それで考えた挙句作ったのがこれになります。構造は座面の部分と座る骨組みの部分になります。材料はホームセンターで売っている粗材、赤松、厚さが16ミリ、幅が40ミリのものを使いました。これを必要な長さに切断した後、角をルーターで落とし、ベルトサンダーで磨きました。それで出来上がったのが、この枠です。しっかりとボンドで接着した上でネジ止めしています。台座の上に乗せる座面がこれになります。軽さを考えて杉を使いました。枠は同じように赤松を使っています。これが持ち上げたとき落ちないように、座金を使っています。実際に使うときには、まず蓋を外して、安定受け台を設置します。そして、45リッター用の黒いゴミ袋を使います。これをこのように設置した後、蓋をして開口部を開けます。そしてこの中で用を足します。金運のお守りです。そして用を足した後は蓋を取って匂わないようにくくって取り出すというものです。安全のためこの容器に入れて運ぶのがいいと思います。以上が非常時災害時に使える木製簡易トイレでした。